東秋のは中華民国空軍の軍人。日中戦争時の戦闘機操縦士でエースパイロット。両年省海上出身。最終階級は空軍中将。1931年5月、南京の中央軍艦学校に入校。その後、32年9月に流域号、理滑羅丹田と共に中央航空学校の第二期生として転学。 1934年2月1日に卒業した。翌1935年9月7日、空軍少尉任官。1937年8月の第二次上海事件、勃発時、等は空軍第5大隊、第25中隊の副隊長を務めており、カーチスホークさんであった。8月14日、上海の日本軍地上部隊を攻撃した、機と、 悪天候により甲州の掛け橋飛行場に不時着した。翌8月15日未明、根拠地の洋州へ帰還するため蒸気ののエンジンを温めていたところ、日本海軍の観光隊が来襲した。すぐに短期で離陸した島は、89式艦上攻撃機2機を発見、吸収して2機とも撃墜した。8月21日未明、洋州飛行場へ、 キサラズ海軍航空隊の96式、陸上攻撃記録機が来週、爆撃を受けた直後に発進した塔は、イリサ正隊を追撃し、1機を撃墜した。塔はさらにもう1機を追撃したが、蒸気がオーバーブーストによりエンジン停止したため不時着を強いられた。9月19日、南京第一次攻撃で13空の96式。 艦上爆撃機19機及び96式、艦上戦闘機13機が飛来。党は、途中隊長に引きられた新ホーク8機の第二、分隊長として迎撃に上がるが、空戦で蒸気エンジンに2発被弾する。両機の竜一飛飛は負傷して、パラシュート脱出、数続くは、胴体着陸した。戦闘によって、中国空軍が新ホークを消耗してしまうと、党は、 乱州で、ソ連製戦闘機ポリカルポフアイ -16 を受け取り、12月1日に副隊長のラモッことと、共に、南京民呼吸飛行場へ帰還した。第4大隊長校志向が戦死し、リカツラタンが大隊長となったため、公認として党が、第21中隊長に任命された。翌12月2日昼、ラクと、第3大隊の P-26。26 ソ連空軍士官隊の I-16 とともに13、空の96式観光、96式艦戦との空戦に参加。午後に短期偵察を行ったところ、大賀山で南京へ向かって進撃する日本陸軍部隊を発見、機銃走者して大きな損害を与えた。その後、エンジンのシリンダーが故障した落木ことに頼まれて、自身の蒸気を貸すが、翌3日、 楽は、武藤金吉に撃墜され戦死する。5日、シリンダーを修理した楽の機体で、南章に合流すべく短期で立つが、全城に日本軍の渋滞を発見。民呼吸飛行場に戻って報告すると、再び短期出撃し、山へ入った日本軍部隊を機銃装車した。南京陥落後は、第一軍区と共に、蘭州に渡り、12月21日。 被来した爆撃機の迎撃に当たっている。その後、王家飛行場に展開し、観光防空船事。0九百三十八年二月十八日十三時、防府飛行場を発した一連空の九十六立港十五機と、援護隊の九十六艦船十一機が観光上空に飛来。当は中隊の十機を率いて、迎撃に上がり降戦。この戦闘で第四大隊は、 大隊長の利勝ら単位以下8機の I-152 が撃墜されたが、I-16 を使用する21中隊では1機の損害も出さず、中隊全体で5機を撃墜する戦果を挙げた。また、党も1機を共同撃墜。4月29日の正午前後、日本海軍第一、第二連合航空隊の45機の96式、艦船一1機を撃墜した。 8月3日、2連空の立航18機、艦線21機が襲来し、4個編隊で迎撃することとなった。党は、第4大隊6機、第5大隊、第26中隊4機からなる、第2編隊を率いて、州方面から向かい、今区で交戦。艦航が10月27日に陥落すると、中国空軍は、重慶、成都、蘭州に基地を移した。 第四大隊長となった党は、生徒に部隊を集めて、訓練を行った。1939年春、党秋則は、重慶を守るために、戦闘機隊を連れて、生徒から、重慶郊外の紅葉飛行場へ進出することを、願い出た。これは、三国時代の諸葛孔明の孤児に習い、俗に、天空の水死の表と呼ばれた。そして、 精錬の完了した第4大隊の戦闘機27機は、生徒から小明へ進出し、重慶の防空についた。5月4日、日本海軍の96式立候45機が、重慶市外に爆撃し、第4大隊の I-16、I-152 が、迎撃戦を展開した。この戦闘で96式立候2機が撃墜されたが、党はすべて部隊の共同撃墜とした。 実際には塔が I-16 で1機を撃墜していたが、塔は部隊の指揮を鼓舞するためスコアを譲って共同撃墜扱いにしたとされる。1939年6月、高明飛行場へアメリカ精神戦闘機カーチスライト CW-211 キガビルマを経由して空輸されてきた。塔は c w 十一に試乗してテスト飛行を行い、 初めて扱うフラップを下ろして着地を試みたが設置点を誤って転倒し重傷を負ってしまった。この事故で、当は現役パイロットからは引退に追い込まれた。当秋のりの撃墜数は中国空軍の記録では7機となっており、日本側の記録で確認できるものは4機がある。中山正宏によると中国側の1 0機から判断すれば実際には10機程度に達する。 可能性があるとしている。1941年、軍艦学校生徒をアメリカのウィリアムズ陸軍基地に留学させることになると、総領隊の単位徳をはじめ、リュウムネタケ、カミナリエンヒトシラと両隊を務める。第二次世界大戦後の1946年、空軍総司令部が設立されると7月に第五所副所長、十二月に第三所副所長、同年に、 第2軍区司令部参謀長2.28事件当時は台湾の台北におり1947年2月の事件発生当時から3月28日までの日記を4月1日から3日に文解法で台湾の春からことを1月期と大し連載したその後空軍式参謀学校校長訓練司令部司令官空軍総司令部政治部主任などを歴任した また、空軍総司令部副設岡山空軍指定学校、当事長も務めた。晩年は心臓を患っており、1978年9月16日、未明に病没した。日中戦争期の中国空軍軍人には、親族も軍に加わったものが多いが、老いの遠くに人によれば、当秋憲は特にその傾向が強く、兄弟が、いずれも、陸空の軍人となっている。 また配偶者やその親族も空軍関係者が多いとされる。ありがとうございます。